マセー、やったな、またありがとう。はい、皆さんこんばんは。こんばんはでございます。呼ばれた、またはい、また、お呼びしましたということで、今回もね、室内からオープニングスタートということで。多いのよ、怖いのよ。先に言っときますけど、ここから調校動画になりますんで、わざわざ集める必要さえよ。はい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 、もうわちゃ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 やかもしれない。今日の長崎市の気温知ってます？28度、27度。あ、27度、うん、もう30度切りましたということで、まあ急にね、秋の模様、肌寒くなりましたよね。ということで、今回はニタニタしてんじゃねえよ。エキスメキ新設を開幕したいと思います。見てこれ、めっちゃこの先の電車やばいでしょ。エギング日記知らない人もいるんで、ちょっと簡単に説明します。エギング日記とは、日記帳に書かれたミッションをクリアして新たなミッションを書き込み、次のメンバーへ渡す。ミッションをクリアできなかった場合や、ミッションに挑戦できなかった場合、罰ゲームを執行しなければならないという企画です。あるじゃん、ちゃんと立ち分だけやるんだよ。エギング日記シーズン1ね、覚えてますよね、去年やりましたよね、はい、クレームがすごかったの、あなたたちの。いや、ね、すごいもん、うん、だから新たなルールを設けました。お前らみたいなやつらのために。すごい聞いたんだよ。ルール説明は簡単にいきますよ。1、日記に書かれたミッションをクリアする。2、ヒットシーンがない場合はノーカウント。3、ミッションをクリアできなかった場合は罰ゲーム。4、期間は日記を渡された日から2週間設けます。1週間延びただけやないか。5、日記を渡す人と、ミッションの内容は当事者が決定する。以上が、まあ、ルールと何か、まあ、質問ある人いますか？いやいや、変わってないから、ね、いや、変わってるから2週間になっちゃってるから。秋なのに。前みたいでさ、うん、1回行くやん、ダメでした、うん、で罰ゲームだ。違います、2週間のうちにミッションクリアできれば、うん、ああなるほどね、うん、あそれはちょっと嬉しい。ジョン嬉しい。超嬉しい、嬉しいです。でここでですよ、前の動画で罰ゲーム執行ということで、はい、マークに、はい、パンもかけましたね、はい、リンリンになってますよ。でジョブもなんか知らんけど、俺はただのとばっちりやけど、とばっちりやったよね。すごい怒ってるやけどな、怒ってるね、フラストレーションがすごいから、すごいから、そんなあなたたちに吉報です。そのフラストレーション、罰ゲーム執行役の山内のおばちゃんにも今回エギング日記参加してもらいます。入れてやってんすよ、なんでかな思った。入れてやってことで、はい、山内のおばちゃんこと山ちゃん、はいはい、こんばんは、おばちゃんでーでも前回罰ゲーム執行役ということでお世話になった、ね、切ってもらいましたね、はい、山内のおばちゃんです。専属スタイリストでやってもらった。そうですよね、はい、今日も今日もやってもらったんです、ジョン先生、はい、ね、はい、ってことで、マジか。しかも、はい、トップバッターで、あたすー、あどうぞ、トップバッター。まあ、後で細かいルールなんか、あのカメラのことはちょっと伝えますんで、はい、普通に厳しいから、うん、いやさすがにでも撮影ありきの釣りになるから、しかもエギング日記っていうのは神聖たるものやし、それをなんかトップバッターをこう担うのは負担がかかるんじゃないかと思いまして、うん、そうですね、まあ、このメンバー分に含めてご指名していただいて、もう一人エギング日記を開始していきたい、ね、誰でもいいですよ、今今です。今なんですよ。やっぱリーダー行く。リーダー行きましょう。本当ですか？行きましょう。あ、いいですよ、いいですよ。じゃあ僕が、はい、エギング日記。ごっつ厳しいやつしてる。うん、じゃあ私ブーニーと山内のおばちゃんで、うん、エギング日記シーズン2を開始したいと思います。イエーイ。じゃあ山内のおばちゃん、意気込みの方を。意気込みの。じゃあエギング日記シーズン2よろしくお願いします。釣り場到着ということで、到着しましたね。こちらエギングにシーズン2ですよ。巻き込まれた山内のおばちゃん。お前も行ってこいと。お前も行ってこいと。昨日ですね、インスタのライブをしまして、ミッションが決まりました。これも決めてもらいました、はい、あのリスナーさんの方に。そうですね。じゃあ読み上げていきます。こちらに書かれてるんですよ、この人ちゃんと。
まず山内のおばちゃん、使ったことのないエギで超過を出すっていうことで、僕のがエギボンバーで3倍の超過を出す、2人ともまあ煽りかっていうことで、使ったことないシリーズでですね、こちらこの辺を、こっちが、スクマニスクイートマニアね、そうですね、でこれがプロスペックっていう、そうですね、パッケージ入ってるんでねパッケージ入ってますから、ね、未開封ですからね、はあ、使ってないということで、まあ楽しみではあるよね、そうなんだろうね、でこれを使っていくと、そうです、はあはあ、僕はいドン買ってきましたよこれもう、はい、エギボンバーボンバーボーン3号と 2.5 号メインに、買ってきましたんで、まあ使用するときにまた紹介していきますということで、はい、山内のおばちゃんとエギング日記、まあ、今日はね、山内のおばちゃんカメラもねこう慣れてないんで、今日だけとりあえず一緒に、まあ、おのおののミッションをクリアしながら一緒にこう回っていって、もし今日ミッションクリア ならなかったら明日からはもう別行動、それでは、釣り場に行きたいと思います。行くばい行くばい、草木がボーボーですね、今ポイントにね向かっております。はい、ポイント到着ということで、はい、こういった感じの海でございます。やってまいりましょう。こちらエギボンバの3号ですね、はい、ピンクに下地がマーブル、はい、シンプルなエギ、サイズは今回関係ないんで、はい、とりあえず3倍釣っていきましょう。エギボンバー、これ高宮ポイント釣り具店のオリジナルメーカーみたいですね、オリジナルエギ、ベイトおるな、とりあえずは、中層テンポよくいきたいと思います。2024年9月24日火曜日、小潮、中潮から小潮に変わった1日目、夕まずめに回遊するイカ狙い。魚がすごいですね。ベイトはいるってことはいいんじゃない？これは何だ？ちょっと後で調べます。プロスペックのエギになりますね。いきますよ。はい。ダート系のエギっぽいけど、どうなんでしょうか？お楽しみに。最近はね、ちょっと捨て気味で釣るパターンが多いですね。どうなんでしょうか？これ、これ、これ浅そうやな。動き見てみよう。早いな、進化がめちゃめちゃ早い。いるわ、いる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 、ついてきてるついてきてる、エギボンバーに反応してます。皆さんいるいるいる、ちょっととりあえずいっぱい釣るわ、とりあえずいっぱいパッと確保するわ。 2.5 と同じカラーの 2.5、 これでおった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 よ。ちょっと緩めにしようね、ドラグね、リリースするけんあんまり負担をかけないよ。進化速度がね速いわ、 3.5 波に速い。エギボンバの3号は山下のエギ王 K の 3.5 号と同じぐらいのホール、あんま速く動かすとエギがダートしてくれないんで、ゆっくりこのぐらい、もうこのぐらい、これで竿を立てて進化速度を巻いてもいいね、もう巻いてもいい。今分かっていることが、進化速度が速い、これとゆっくりしゃくってやることで、ちゃんとダートするということが分かりましたので、とりあえずね今日ね2杯釣りたい、まずは2杯でいい。皆さん気泡やばい、お腹やばい、エギボンバーボンバーしてる。 2.5 に変えました。ちょっと待って、もうフレッシュ、フレッシュがもう一番やから。うわー、スーってきたスーってきたスーってきた、今落としたらエギバー、そういうのスーってきたけど、どう、もう置いとこうか。
はい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 、ありがとう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 、とりあえず一杯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 、皆さんとりあえず一杯とりあえず一杯、エギボンバー、エギボンバー来ました、エギボンバーで一杯、ちってちってちって、すぐすぐすぐリリース、はい一杯目ね、はい一杯目一杯目、はいはい、ありがとうありがとう、よし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 、とりあえずとりあえずいっぱいとりあえずいっぱい、よし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 、おばちゃんも今いるんですよ、あそこに一生懸命やってますから。エギボンバー、わあエギボンバー釣れたいな、絶対こっちの方がいいエギなのはずなんだけどな、沖の方ちょっと潮重いかも、ちょっと動き出したんかな、潮がね、移動しようかな、私は。秋はねやっぱりこういうところがいいですよね、地形の変化が結構複雑だったりとか、こういうのも地形の変化になるしね、こっからねこうテトラあるやん、こう来てドンとまた違うテトラが入ったりとか、こういうところいいよ、いや結構歩いてんのよ、靴ずれできちゃってる、あれ貼らないと、なんだっけ、ニップレス、かかとにニップレス貼っちゃうんだから、はいはいはい、ほらいいやん、見てわかる、カメラ見えんか、ちょここ投げてみよう、いいよいいよいいよ、こういうことよ、変化がねもうもろにある、テトラがこうね入っているじゃん、でなんかテトラのこコザコザしたやつがボボって入ってきて、ここがもうゴロタになってる、で水深がより深くなってる、ドンとここら辺からかな、ここら辺からドンと降りてる、モンバイエイなのよ、このぐらいのピッチでシャクってのはねちゃんとこうダートしてくれてたよ、ダートもきれかった、うんちゃんとダートしてたわ、ちょっと重いかもな、塩あるぞ、これ抱いた、はい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 、おったね、これしかもいいよ、どうしよう、まあまあまあ、ぶり上げる、ぶり上げられる、お持ち帰りサイズだ、ほら来た来た、エギボンバイエー、来た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 よ、皆さんお持ち帰りサイズ来ました、で一旦これをあーごめんごめんごめん、ここに大きいのこうお持ち帰りしますんで、はいボンバイエーなんで、これもお持ち帰りできるもん、完全にてん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 、ほーらお持ち帰りサイズ来た、男子来たよ、みなちゃん、みなちゃんボンバイエで来たよ、見る、ちょっと待って、見せる見せる、来ましたよみなちゃん、ボンバイエ、エギボンバ 2.55、 抱き入ってるじゃない、完全にみなちゃん、みなちゃん、2回目、しかも両肩、サクッとサイズを測りましょう、よし、いいのよ、いいサイズなのよ、行くよ行くよ行くよ、ボンバ行くよ、ボンバイエーイ、まだ見てないよ、ブーにまだ見てない、みなちゃん見て、ドン、見るよ、せーのドン、はい来ました、お持ち帰りサイズです、エギボンバーです、あと一発今日終わるかも、よし、ユーマ詰め入ってきましたよ、切れてないのよおばあちゃん、もう出るーなってるから小虫いるし、小虫？レスラーの話です、ですおばあちゃんいっぱい釣ればいいんで、そういっぱい釣りたいからちょっと移動しましょう、うん移動しましょう、行くよただいま、夜の12時になろうかとしております、ユーマ詰めから結構ねポイント回りながら、今回山内のおばちゃんと、調校進めてまいりました、ここがね、最終ポイントということで、ラスト一杯僕はですね、はい釣ってミッションクリアさせていきたいと思います、山内のおばちゃんもいっぱいだからいるのは、
いっぱいだね。ちょうど今から下げなんで。そうそう、うん、あるのよ。ちょうど満潮からの下げ始めが今からなんで、このタイミングでちょっとバシッといっぱい釣って今日で終わらせましょう、お互いミッションを。えい、へえ。ここ実績があるポイントなんで、はい、タイミング的にもねちょうどいいかなと思って、入ってきました。2024年9月25日水曜小潮、満潮からの下げ始めに回遊するアオリイカを狙ったエギング釣行。今触った今山ちゃんに当たりが来たそうなんで、もう可能性は高いですね。おお乗った、乗った、おーい、おばち行った、ちょっと大きくたよ、大きくたよ、今までね。どうしたどうした、いいサイズいいサイズ。おばちゃんちょっと待ってね、落ち着こう、一旦落ち着こう、そっち見て、あ、暴れた、落ち着いて、こっち見て、あ、暴れた、暴れた、500、600ありましたね、おばっち事故です。もうね、ほら、とろーってなってるよ。やばい、鼻水すごい、見せて見せて、すごい、やばい、なんなんこれ、あぶれぶれ、多かったね、多かったね、多かったね、うわー、帰っていった。お疲れ様でした。お疲れ様でした。暗くなっちゃって、何時、1時11分ですよ、深夜1時だって皆さん。じゃあもうじゃないの、うん、何バラしてんのよっていう話でしょ。受けたらいかん、受けたらいかんですね、ほんと。まあサイズも良かったですよ、秋にしては500、600あったんで。そうですね、やっぱちょっといいところに回遊入ってきたんでしょうね、あのサイズはね。そうなんですよ ね買いなかった。今回エギング日記シーズン2開幕ということで、お互いね、こう違うミッションだったんですよね。そうですね、今回ね、僕はエギボンバーっていうエギがあるんです、それを使ってアオリイカを3枚釣り上げるっていうミッション。で、山内のおばちゃんは使ったことないエギシリーズでいっぱいあげる、うんうんうん、まあ、お互いね、そのミッションに向けて今日やってきたんですけど、まあ、僕はエギボンバーでアオリイカ2杯ということで、まあまあまあいいでしょう、目標はクリアですから。今日2杯釣りたかったの、まあ、言うて山内のおばちゃんも1杯なんですよね。そうです、ですよね、1杯釣ればいいんで、はい、なので次も行きましょう、一緒に、うん、どうですか、リベンジで。まあリベンジに、もちろんもう一回行きましょうか、うん、もう一発行きましょう、もうこのままあの動画続くと思うんで、ご視聴の方よろしくお願いします。お願いします。頑張ります。はい、皆さんこんばんは。デイ2日目、まあ、翌日ですね、うんうん、今日はね、9月の25日、疲労がね抜けてない、うん、7時間やっちゃってるから昨日今ちょっと磯場調査行ったんだけど、もうガクガクで歩けない。まあ言うてでも、うん、いっぱいなんで残り1、はい、昨日逃がしたから。まあでも美味しいは美味しいですよ、これで。まあ罰ゲームまでいけばなお美味しい、うん、ただ全力で本気で戦ってくださいね。もちろんもうやらせなしですから、もう釣れたら釣れたでもいいんだ、いいんですから。読めないバーバーなんだっていうね、リルラさん見て思うでしょうか。もう自分なりに向き合いますのでよろしくお願いします、はい、すごい勉強になりました、昨日一日。あ、本当ですか。ダート系のエギって、あーっていう、あー、なるほどです ね普段は使わない。確かに長い、オープニングが長い、誰も見ない、ジジイとババアのこのオープニングトーク誰も見ねえんだって。そう、うん、もう行く行くよ、カット。はい、調校2日目、今日赤シャチ 3.55 なんてどうかな、単投げてみましょう。はい、大きく移動してきました。はい、ポイント移動してきましたよ。ちょっとね、堤防先端移動してきました。どうやるんです、こう湾内がね、こう2つあるんで、2つ奥また湾内の方に今
降っておりやす。2024年9月25日水曜、小潮常夜灯がある漁港の湾内でベイト捕食のアオリイカを狙う。こんだけ味おったら追ってもおかしなわけでもいいかもね。食い気の問題っぽいけどな。おる、来ました。リーサルウェポン今日用意してるんですよ。じゃん、エギボンバー2号。こすいとは言わせないよ、だってエギボンバーだから。どんな感じなんだろうね。入ってきたな、入ってきたな、イカちゃん。ただめちゃめちゃ逃げていったな。すいません、今ね大投棄してます。加工でちょっと明るくしますんでごめんなさい。赤ライトもね今ねつけたくない。これ常夜灯あるんですけど、今ね700-800あるイカがね2杯多分なんかペアっぽいのよねが入ってきて、一杯は沖の方に行って、一杯は湾の方に入ってきて、今こう、探してる状態なんですけど、でかいな、イカが。うん、これ、でかいわ、ちゃんと。9月に産卵ってえぐない、長崎。どうよ、皆さん。もう絶対ペアやもんな。やばい、おばちゃん来た。おばちゃん来た。おばちゃんの記憶こっちに。おばちゃん、来ました。来ちゃいました、おばちゃん。結構長いこと僕ここいたでしょ。はい、理由がありまして、ちょっと登ってきてもらっていいですか。アジがめちゃめちゃいるんですよ。あらららららら、ペアのアオリがもう2杯ずっと入ってきてる。あ、目視で見ちゃってて、こうしてのこういうツムツムツムって、アジツムツムツムってしてる。あらららら、これライト消してやった方がいいよ。なるほどね。うん、あのイカ見たらもうステイとかしちゃうじゃない。ボトムステイとかしちゃうよね。やった、やりました、やりました、皆さん、やりました。ちょっと秒で見える一瞬くらいです。はい、イカさんです。これエギ、ちょっと待って、真っ黒やからね。あれ、すぐ行った、逃がして。エギはこちら、エギボンバーのね赤下地の2号。魚と思ったやん。おばちゃんのとこに行こうっと。やった、ミッションクリア。おー、ブラウン、赤下地の2号です。2号、あのイカ見たらボトムステイとかしちゃうじゃない。ボトムステイしたら抱いてた。アラカブだと思ってて、へぇ、突っ込むからアラカブだと思ってて、うんうん。うわ、ナイス。僕はもうクリアしました、ね、おめでとうございます。あとはおばちゃん、私頑張ってくださいよ。頑張りますよ。いっぱいですから、諦めないから。そう、諦めたらいいから、諦めませんから、うん、頑張っていきましょう。ういっす。今日で終わります。決めます。やってやんよー。うるさい。おー、来たー。おー、ローライトの時よく使う、エギちゃん。2回やった。お、釣れた、ヒットです。はい、サンキュー、サンキュー。いいよ、イカはちょっとうちに入れとって、イカ畑うちに入れとって。